皆さんおはようございます。私が磯田康夫、69歳、大学4年生ですね。大学行ってから英語の勉強を始めて、1年目で英検1級、準1級に合格して、3年目で英検1級の筆記試験に合格しました。でこの8月に、面接試験ですね、インタビューの試験があります。それでその勉強なんかしてるんですけどね、大変ですわ。私聞いたりね、読んだりするのは特に不自由なく自由にできるんだけど、なかなかこうこっちからいろいろ意見を、まあそれ喋れなあかんんですけどね。まあそれ日常的なことやったらええんだけども、例えば今中国が勢力をつけてきてるけど、これに対してどう思うかとか、例えば欧州のような単一通貨が世界全体にあったらどうかとか、はたまた最近のようなウイルスの問題をマンと聞いてこられたら、あるいは犯罪に、とかその何の麻薬犯罪についてどう思う、そんなん聞いてこられたらね、どうやって答えたらいいねんって話なんやけど、答えないいかんわけですよね。もう嘘でたらめ800名からなんとか喋らなあかんわけですね。そこが辛いところで、まあいろいろや、研究はしてますけどね、そんな多岐にわたるしね、なかなか突っ込んだこと聞いてこられたら困っちゃうよねというところです。今梅雨なんですけどね、今日大阪結構晴れてていい天気になってきて、どう言いますか、さつき晴れになってますね。ちょっと見ていただけますか。これちょっと我が家の窓から見える景色です。さつき晴れですよね。いいね、ほっとしますね。とまあこんな感じなんですよね。だからまあちょっと気分もようなってきたんで、一つも頑張って、もう一つ勉強の方も力入れていかにゃいかんなと思うんですけども、まあ大体ね、現代の問題って多くは、まあ政治はとしてるとやっぱり科学技術というのが一番こう重要なテーマになってくるというか、なってきますよね。例えば原子力発電所であるとか、コンピューターサイエンスであるとか、人工知能の問題であるとか、それからあとは臓器移植とか、そういう医学に関することですか。でもそんなことね、私専門家じゃないしねまあ一応そういうことに興味はありますって調べたりはしますけどね、そんなに深く知ってるわけじゃないですし、ただまあ自分がこう技術について思うこと、まあ私は別に技術バトの人間じゃなかったんですけどね、営業の方をやってた人間だから、そういう技術専門じゃないんだけれども、ただ今まで確かに技術的に非常に素晴らしいものがいろいろ出て、我々の生活が非常に大きく変わってきたってことはありますけれども、やっぱり技術にも限界っていうのはあるわけですよね。無制限に何でもどんな問題でも解決できるっていう、そういうわけじゃないですよね。だから昨今こう言われてることってのはかなりこう無理筋なものが多いですね。例えば自動運転ですか、あれはねはっきり言って不可能だと私は思っております。一般道路をね、24時間365日どんな条件下でも自動で人間なしで運転できるような技術っていうのは、少なくともあと100年や200年の間は無理だと思いますね。ただまあできるとしたら、高速道路を人間が乗ってる時にその代替手段として、天気の良い日の昼間に限ってやったら、ハンドル手放してやっても人間が乗って最低緊急事態に備える条件でやったら使えるとか、その程度のものやったら実用化されてくるだろうと思いますけど、それ以上についてはね、やはりこれ無理なんですよっていうのが、私はそういう技術の専門ではないけども、数学とかそういうのをやった人間ですから分かるんですけどね、大体ね、人間がどうやって判断してるかなんて分からないんですよ。こんなもん今こうやって喋ってますよね。これなんでこうやって喋れるかってその分からないんですよ。でここへやってきたことがスイッチ入れたり動いたりしてる、これを説明できるかってこんなもん誰にも説明できないんですよ。でだけれども機械にやらそうと思ったら全部これを説明、のような形で入れていかないとできないんですよね。まして車の運転ってこれなんでできてるか、
いや、なんとかできないでしょ、ドラタの免許持って。だから、あれ、なんでああいうふうにできてるんかっていうことをきちっと論理的に説明できるかやったら、こんなもん誰にもできないですよ。でもきちっと説明できないことにはコンピューターに入れられないんですよね、あれは。だから結局どこまで行っても ああいうのは無理ですよね。それからあと出てきてる、最近よく言われてるのが何ですか、リニアモーターカー、あれはもう金食い虫ですよね。ああ実現できないですよ。あれ結局利権であんなことやっとるだけで、おそらくやってる連中も無理やと分かっていながらも金欲しいから作ってるというだけのことでしょう。結局あんなもん実現しないままに莫大な金が垂れ流されていくという、原発と同じ結果になりますね、もうあれも50何機から作ってですね、あれも最終どうするつもりやねんって言いたらあるんですけども、最終どっかで処理せなあかんわけでしょ。天文学的な金額かかりますよね。だから先送りして、先送りして、なんかしょうもない再稼働だけやって、安全基準変えて再起動だけやって、であとはもう野となれ山となれで先送りしてるという、それだけのことですよね、ああいうもんもね。ですから、あまりにも科学技術に対して大きく期待すぎるっていうのは、完全になんかある種信仰のような状態ですね、宗教的信念のようになってしまってますね。ああいうのはとんでもないことだと私は思ってます、でね、このブレイクスルーどっから出てくるかっていうことでね、もしね出てくるとしたら、それは生物の研究からだろうと思うんですよ。ただね、生物って分かんないですよね、これなんでこんな風になってるのか。で、生物ってこれ、私は専門じゃないんだけど、これあらゆる物理法則に違反してますよね、生物の存在っていうものは。もし物理法則の通りだったら地球上に生命なんていないはずなんですよね。これがおるという、しかもこんな多様におるという、このことだけでもどうやって説明するんだってできないですよね。本当に不思議なもんだなと思いますね。非常に不思議です。だからといってなんかこう神秘主義にとらわれるとか、そういうことはこれはまた別問題ですけどね、解明できないことの方が圧倒的に多いわけですからね。我々の知り得てることってのはほんのわずかですから、その最たるものの一つはこうやって言葉を使って喋ってるってことですよね。これもなんでできるんか、言葉って何なんかも、これわかんないんですよね。わかんないけどやってるんですよね。不思議なもんです。で、そんなわけで英語の勉強をやってます。私なりに英語っていうのはどういうものかなっていうのを付き合ってきて、それなりに分かるって、その何が 100% 分かるっていう意味じゃないんですけどね、基本的にこういうものだなっていうのはある程度説明はできるようになってきてますね、でもこれって、ね、ちょっと話すると長なっちゃうしね、ちょっと複雑な話になってしまいますけれども、それやると日本語と英語の違いっていうのはよく分かって、で割とよく分かりません。でもよく分かったからってじゃあ自由に使えるかって、またそれは別なんですね。全然私なんかはっきり言って飽きませんね。ダメですね、ダメです。そんなわけでまた今日からも一生懸命勉強やっていきたいと思いますし、それとね、やっぱり今日も新聞載ってましたですけど、やっぱり景気落ち込んできててよろしくないという状況ですよね。でさらに厄介なのは全体に市場が縮小してきますからね、当然賃金も下がってくるし、日本人の平均的賃金って400万円台でしょ、それやがていずれどんどん下がっていて、最終的にはもう200万円切るようなレベルへずっと行くんじゃないかなと見てますね。特にもう若い人なんて初めからもうその線でそれ以上行けないっていう状況ですわね。で上へ行ける人ってのはほんまに少数で、よほどの専門的な技術とか特殊な内容まで通じていないと難しいということですよね。でもそれを何とか突破するようにして持っていきたいなというふうには思ってます。でね、だからこれを見ておられる方もね、現役の方、本当これから大変やと思いますよね。特に若い人ほど大変ですよね。もう私なんかもう現役辞めちゃったから、もう趣味的に生きてるだけの人間なんだから、その点では楽させていただいてるんですけど、それだけじゃよろしくないっていうことでね、ちょっとでも何かこうできることあったらと思って、こんなことをやったり自分なりの勉強はやっております。ということで
今日もさつき割れの中、皆さん頑張っていきましょう。